おはようございます。はい、というわけで今回は自粛中の一日を撮っていきたいと思います。まず朝起きたらこうやってワンコたちと戯れます。いつもねこうやってめちゃくちゃ来てくれるので嬉しいです。うん、めっちゃ眠そうに寝てますね。はいはい、そしたらまたおはぎちゃんと遊んでいます。かわいい。カットに生きてないからすごくモフモフはい、そしたら二人揃って歯磨きをしていきます。朝起きたら必ず歯磨きはします。すっきりしたいので。そしたら歯磨き終わったら洗顔をしていきます。使っているのはオルビスなんですけど、またスキンケアの動画出したいと思ってるので待っててください。リカは最近蒸しタオルをしているんですけど、これするとむくみがめっちゃ取れるので朝するのおすすめです。で、使ってるスキンケアはだいたいこんな感じです。はい、そしたらコーンスープを朝は飲んでいきます。このコーンスープめちゃくちゃ美味しいので、うん、おすすめです。これがないと朝は始まらない。でこの日はちょっとご褒美で食べちゃいました、うん、ごちそうさまでした。はい、そしたら服を着替えます。で、どっちかがメイクしている間にどっちかは髪の毛のセットとか、うん、交代でしていることが多いです。そう、メイク道具も共有なのでそうやってしないと時間が間に合わないです。はい、そしたらリカのメイクが終わるのを待っている間にリコはスイッチをしてます。最近はあつ森にハマっています。ずっとしていますね。うん、本当に。いえ、かわいいなんか話しとるな。で、髪の毛もセットしてメイクもちょっとだけします。洗濯をね、パパと干しました。じゃじゃん、じゃ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 ん。これが鶏肉で、これがハラミで、これがカルビ。わーい。リコは焼くのが好きなので焼きます。熱っ。ピースはママめちゃくちゃ美味しかったです、焼肉。うん、はい、ご飯も食べ終わったということで今から TikTok を撮ります。その前にこのパジャマ姿で練習したいと思います。こんな感じでいつも化粧をした日は TikTok を必ず撮っています。皆さん、この TikTok 見てくれましたか？結構懐かしいっていう声が多くて嬉しかったです。ぜひまだの方は見てください。はい、今 TikTok の撮影が終わったのでじゃじゃーん、あつ森をしたいと思います。午前の株価は確認したけど、あ、確認してなかった。え、午後は確認してないからちょっと確認します。最近株でお金を貯めることにめちゃくちゃハマってて、うん、それしかしてないですねそう、なんやっけ、島クリエイター、うん、になったけど全然してなくて、島もう一回一から作り直そうかなって思ってます。リコは結構自慢の島になってきたので紹介したいんですけど、みんな見てくれますか？見るよな、めっちゃすごいの
ちょっと今日はパリピな格好やけど、こんな感じです。公園作ってました。これ結構初めの方に作った。で、今最近作ったのは遊園地とか、あとは海の、あのカフェ、うん、とか作った。あのリカの住宅街見ますか？見たい。まだちょっとあの変えようかなと思ってるんですけど、うん、あれ？どっち？こっちか。え、可愛いけどな。下に行くとこんな感じです。あれれれ、こんな感じなんですけど、ちょっと聞きにくはないので、一つ一つのお部屋みたいな、うん、お庭みたいなのを作ろうかなって思ってます。こんな感じでずっと無言で集中して二人でやっています。じゃあ今からちょっとだけネットフリックスを見ようかなと思います。この今出ている映画たちはすっごくおすすめなので、うん、ぜひ暇がある方は見てみてください。おすすめは恋のゴールドメダルです。めっちゃ好き。2人でこうやってソファーに座って、うん、あのキュンキュンしながら見たりとかテラスハウスを見て笑ったりとかしています。はい、というわけでもう夕方ぐらいになってきたので、最近はご飯を食べる前に運動しているので運動したいと思います。2人でこうやっていつも踊ってます。これはハンズクラップやな。うん、腹筋とかする時も絶対一緒の種目、うん、種目っていうか一緒のトレーニング、うん、をしています。なんか踊っとる時も一緒の方向を向いてますな。あ、なんかしとったっけこの時。ママと喋っとんかな。かな。ずっと一緒。はい、というわけで今腹筋とかハンズクラップ終わったので、今からもう化粧を落として夕ご飯を食べていきたいと思います。帰ってきました。ワンコがメイクを落としていきます。メイクを落とすときも絶対2人で並んで落とすよな、うん、そうやな。これはお仕事の打ち合わせをしています。夜ご飯です。おかゆ。最近海苔とごまと七味かけました。卵と。はい、そしたらお風呂に入っていきます。出てきましたね。はいはい。はい、リコはマッサージをしていますね。終わっちゃった。で、おやすみとワンコたちに伝えて、うん、もうおやすみです。皆さん最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。